張飛の最後はあっけなさすぎ、謎が残る張飛のラスト。その昔三国志演義を読んでいて最も驚いたのが張飛の最後です。本当に唐突に張飛の最後はやってきますよね。しかしこの張飛の最後、正史とは少し違うことは皆さんご存知でしょうか。それも正史の張飛の最後は何とも謎が残る最後なのです。今回はそんな張飛の最後について少し考察していきたいと思います。三国志演義の張飛の最後。三国志演義の張飛の方から話しますが、こちらでは張飛は部下の謀反による最後を迎えます。というのもやや自業自得に近く、配下に無茶ぶりをして命令の延期をしてほしいと頼みに来た部下を酒に酔って棒で殴りつけ、命令を達成できなければ斬首という傍若無人さから部下に背かれてしまうという最後です。関羽の敵討ち、何より関羽が撃たれたことに怒り心頭だったとはいえ、張飛の悪い癖が出てしまったと言えるでしょう。しかしこちらはもちろん三国志演義の最後。では正史の張飛の最後はどうだったのでしょうか。正史三国志張飛の最後は、正史三国志こちらの張飛の最後もまた部下に暗殺されたとなっていますが、この正史の最後はとてもあっさり、本当にいきなりの最後です。というのも三国志演義のように最後に至るまでの描写があるわけではなく、上奏文が届いたと聞くなり劉備が張飛が死んだと嘆き出します。あまりにいきなりすぎて同情とか自業自得だとか思う暇もない、あっけなさすぎる最後。張飛という武将のラストとは思えないほどあっさりとした描写のみで終わってしまうのです。三国志演義での演出、ただし正史でも張飛は苛烈な部分があったようで、部下の扱いについて劉備が日頃からいさめていたとあります。罰を与えた者を傍らに置くななどの小言を言われているというシーンがあるように、張飛は正史ではとても罰則に厳しい人物だったようです。三国志演義ではこのエピソードをあまりにもあっさりしたラストにくっつけて演出したのではないかというわけですね。ただし実際に張飛は三国志演義の最後のように罰を与えたというようなわけではないようで、正史ではどうして暗殺されたのかは分からず、普段から厳しかったからいよいよ背かれたのではと想像するしかなくなっています。張飛のイメージが変わる、ここで少し考察してみたいのが張飛のイメージです。張飛といえば乱暴で脳筋、そんなイメージがないでしょうか。しかし張飛はしっかりとした軍政指揮の能力も持っています。益州、漢中でも張飛は数万の軍を率いて戦っています。軍を率いて戦うというのは個人の武勇だけでは務まりません。命令を出し軍を動かし、状況によって動いていく現場を冷静に判断できるだけの知力も要求されるのです。つまり張飛は武勇一辺倒ではなく知勇兼備の武将だったのではないでしょうか。また部下に厳しいというのは別の見方をすれば規律に厳格であったとも取れます。もちろん劉備の言からすればそれは行き過ぎた厳格さであったのだろうと思いますが、知勇兼備で規律に厳格、そう見るとなんだか張飛のイメージが変わってきますね。恐れられていたからこその謀反でなく暗殺はありえるかと思います。ただしこのイメージ像、どちらかというと張飛のイメージよりも関羽のイメージに近くあると思うんですよね。だから三国志演義では張飛のイメージをガラリと最初から最後まで変えたのではないかなと。そうしたからこそ張飛という人物のイメージは三国志演義を読んだ人たちには根深く残るほどの印象を残せたのではないかと思いました。三国志ライター千の独り言、今回は張飛の正史でのあっさりした最後、そしてそれを踏まえてちょっと今までとは違う張飛のイメージを考察してみました。この張飛のイメージ像は三国志演義のイメージ像とはかけ離れていると思いますが、厳格で寡黙、そんな張飛のイメージも面白いと思います。個人的には何度も失敗して成長する三国志演義の張飛のイメージ像かなり好きなのですが、それでもそんな新しい張飛のイメージ、正史のあっさりした最後と結びつくのではと考えましたが、皆さんはどうでしょうか。